でスイッチを入れるとです、ね、飛行機のプロペラが回り出して不思議なことにです、ね、飛行機がそのまま上にふわっと浮き上がります。でこれはあの飛行機がふわっと浮くという,ふうなことに関して飛行機模型の,雑誌あの,飛行機の模型の専門雑誌で,です、ね、宮崎駿がインタビューを受けたときにあれはカタパルトなんですかと。つまり前に発射されるんだったいや、そうじゃないとそうじゃなくてあれはもうふわっと浮くんだよと。 そうなんだけども、なんでかっていうと当時の人っていうのは飛行機を飛んでるところは見たことあるんだけど大正時代の人は飛行機飛んでることが見たことあるそのは多いんだけども滑走するのを知らなかったという人が多いと。飛行機っていうのは飛行場にまで行かないと離陸着陸が見れないとそうなると飛んでるところしか見れないからほとんどの人はあれはふわっと浮いてるというふうに思ってたとで、そうじゃなくて特別にその滑走路の近くに住んでた人たち見たことある人たちだけが飛行機というのは飛ぶ時に走って飛ぶ滑走する着陸する時も走って着陸するんだっていうことを知ってたっていうふうに言うんですねなので これ、ね、なんでこのシーンにあの宮崎駿が入れたのかというとここ、ね、タイトルの「風立ちぬ」に関係しているからなんですねあの飛行機が空を飛ぶには滑走で得られる前から吹いてくる風が必要だとでこの映画の中で風立ちぬの「風」としていつも語られるのは逆境なんですよすごい大変でつらいことみたいなことがいつも風という形で語られると。 で例えばこの関東大震災とかです、ね、あと火事とかです、ね、日中戦争、あとまああの、まあ、自分の好きななほこっていう女の人の死ぬこととか、日本とかジロあの堀越二郎個人に訪れる災難、逆境が会うことをです、ね、風が吹くというふうに言ってるんですね、で強い逆境が来ると、それを風に向かい風に例えると、飛行機が飛ぶためにはそういうすごい強い向かい風を自ら走って出すと、自ら飛行機というのは滑走路で走って風を出して、その逆境に耐えるからこそ、翼に揚力が生まれて空を飛ぶんだ。 っていうのののがです、ね、こ風ち意まだ幼い二郎、13歳の二郎は飛行機が飛ぶためにです、ね、逆境が必要だというのを知らないんです、ね、向かい風が必要だというのを知らないとだからここの段階の二郎は飛行機をふわっと浮くものだというふうに捉えているです、ねでえー、二郎の空想の中の飛行機がふわっと浮き上がるシーンはまだ風逆境を知らないお坊ちゃんの二郎堀越二郎という意味が入っていると。 次、えー、郎の夢がです、ね、飛行機が飛ぶにはです、ね、風逆境が必要であるというふうに分かってくれば次郎の求めている美しい飛行機というものを作るにはさらに激しい風ですね彼の最も大事な人や大事なもの日本という国そのものを吹き飛ばしてしまうほど強い風が必要だとそれがこの今回の映画の風立ちんの意味なんですね強く風が吹いているそれでも、えー、生きなければっていうのはそうでなければ彼が欲しい美しいものはできなかったっていうですね これ、あの一番最初から宮崎駿はそれを分かってこの映画を作るんだというサインなのでこのファーストシーンにこのふわっと浮く飛行機まだ二郎がアマちゃんの頃入れてるんですねでここから先二郎が徐々に徐々に自分に吹いてくる風っていうのが分かってきて飛行機を作る人間を目指すようになってきます。